ニュースマグビです。2月11日に亡くなった野村克也氏、妻の幸代夫人に先立たれた直後に女性セブンの取材に答えていました。幸代夫人の死をきっかけに自らの最後にも思いを馳せるようになったという野村氏。最近は死について考えているよ、楽に生きたいなと、みんな思うことだよね、苦しまずに生きたい、そういう意味じゃ幸代は最高だよね、全く苦しむことはなかったと語っていました。また取材中にはやっぱり男は奥さんより先に行った方がいいよと繰り返していたそうです。ニュースマグビ